はい、じゃあ皆さんこんばんは。第140回の研修勉強が始めます。司会の平野と申します。よろしくお願いします。で、今日のゲストはですね、ホームページではですね、生産実績ではもしかしたら今日本一1200社ぐらいのですね、ホームページ作成をずっと続けられてきて、かつコンサルティングもですね、定期的にやってる東京の吉本さんです。ちょっと聞きたいんですけども、今ホームページをですね、自分で、自社で自分で持っているって言ってたんです。結構いますね。お、なるほどね。でブログもやっているって言ってた。ああ、なるほど。そうですね。じゃあ1日1000アクセス以上あるって言ってた。1日10アクセス以上あるって。500アクセス以上ある。お、本当に500アクセスもある。あ、単なるあのハガキをね、売ってるだけの。単なるじゃない。いや、素晴らしいハガキをね、まあ、いや、お礼ハガキを、ね、まあ、通販とまあ、アナログ通販がメインですね。でも、そんな、ね、狭い分野なので、500?あれ、それはすごいですね。ベンチャー力のホームページ、150ページ。ブロックは好きなんです、あ、そうですか、ね。まあ、その手の、ブログで、もうつい先まで昼間ですね、昼間はビジネス系のやつで、やってたんですけど、相当やっぱりですね、まあ、1万円だったんですね。ここでは話せないですよね。あとで、まあ、DVD 売るかもしれないですけど、やっぱり1万円。まあ、そっちの話聞きたい人はまた、DVD 買ってください。で、今日夜はですね、主にですね、まあ、吉間さん自身が、まあ、独立企業ですね、まあ、サラリーマンは、まあ、華麗な経営でね、皆さんが好きか嫌いか分かんないですけど、私はあんまり好きじゃない経営で、一つとして大学出てですね、流域税理士の銀行、それから野村総研、で、それから辞めて、無謀にもですね、辞めて、まだ何年目か。丸5年なんですけども、まさに年商も聞きました。あらりも聞きました。あらりが1億円以上あるんですね。いや、あると思います。どの手の仕事で、まあ実は2億円ぐらい、2億でしたね。5年だね。この手の仕事で2億円作るでしょ。で、千葉、ぼったくり系じゃないけど、いろいろやってるペンシルが5億ですからね。はい、大企業向けのホームページ作成の非常な何千万でやってる。まあ、九州はそうだ。私はまあ、設定的に、いや、3点考えたら、規模だけでは確か地場で一番多い。そうじゃなくて、ここは客単価が安いですから、そこに比べて、それでまだ5年で2億とか、まあ、3億とかだな、ね。という、まあ、吉間さんです。まあ、一般的にはまだ、ね、また無名ですけど、そういった分野では、非常に今快進撃、飛ばしてます。だから今日夜はですね、その吉川さん自身がどうやって脱サラ、そんな大会社にいたらなぜそんなの無謀な道を選んだのか、それと、まあ、脱サラしたあとやっぱ相当やっぱ痛い目に遭ってるみたいな、金銭的に。で、その後何のきっかけでこう這い上がってきたのかですね。まあ、わずかちょっともう質疑を冒頭を含めて90分ですけども、まあ、できる範囲でお話を、ね、していただきたいと思います。では吉本さん、ちょっとよろしくお願いします。どうも、はじめまして、吉本です。実はですね、今日ここで何を話せばいいのかちょっとも聞かずにこの場に臨んでまして、で、なんで皆さん今日いらっしゃったんですかというのもありますけど、私のこと知ってる人っていらっしゃいますかね。で、メルマガとか読んでらっしゃる。他の方って なんで見たこともない、存在すら知らない吉本の話をなぜ聞こうかなと思ったのかをちょっと最初に教えてもらって、まあ、それからちょっと話せたかなと思っているんですけども、じゃあ、今日何を期待して参加されましたか。はい、どんな話聞きたいなと思って。
逆のローマみたいな。そちらも女性の高さ。Thank you.
ち上がったプロジェクトが、当時のアイアイバンク銀行、今のセブン銀行のプロジェクトが立ち上がりまして、で、当時セブンイレブンが7000店舗ありましてですね、で、セブン、まあ、イトーヨーカドーとセブンイレブンと足して、1日の来店客数が1000万人だったんですよ、当時。毎日セブンイレブンとかイトーヨーカドーに来る人は1000万人。だから日本人の10人に1人は、そこに行ってるんですね。で、そこに ATM を全部置いて、日本の金融機関につないで、サービス提供するというプロジェクトだったので、これはものすごいお役に立てると思って、まあ、一生懸命やりました。で、まあ、いろいろその思いが直接あったんですけど、それがなんか日の目を見て、で、じゃあ次に何かやりたいなと思った時に、じゃあ中小企業さんのために何かやりたいなと思ったのが独立のきっかけだったんです。で、逆にその、まあ、今ビジネスブログで
違いないと俺は勝手に信じて、でその3000万円のことを全部システム投資に突き込んで、まあ、野村総研の舞台を作ってもらったんですけども、まあ、それでスタートをして開発して用意を達成始めたのが2000年1月でした、でところがですね、まあ、お役に立ちたいと思っていたものですから、あんまりお金をもらうことに熱心じゃないんですね、その会社は。で非常に全て安くしたいと思ってまして、で、まあ、安いのを数さばいて儲けたいというビジネスモデルを目指して始めたんですけれども、でところがですね、野村総研時代は、まあ、一応そのコンサルティングの営業もどきのことをやっていたんですが、3000万円で3ヶ月3000万円とかそういうようなコンサルティングだったんです、3000万円の、商品を売るやり方と、まあ、そのグループウェアとかそういうサービス、月額1万円ぐらいのサービスだったんですけど、月1万円のサービスを売るのと売り方が全然違うんですよね。で3000万円のサービスというのは要は3ヶ月3000万円のコンサルティングですから、3ヶ月3000万円の私を雇ってくださいというのに近いんですよ。そのボストンコンサルティングとか IBM とかいうコンビの中に野村総研として、まあ、私は提案書を持っていて、で野村総研の看板がありますから土俵には乗れるわけですけど、でそこから先や、まあ、それを採用してくれるかどうかはお客さん次第 で何が、ポイントかというと、要は吉本という人材に3000万円の価値があるかどうかっていうような話なので、自分を売るというような営業しか、やってなかったんです。
社を取るのに確かですね、最終25万円ぐらいだったんですよ。ファックスを打って、まあ、全然反応なくて、またファックスを打って今度いくつ資料請求して、で今やってじゃあ今度資料を送ったら、200つ送っても全然反応なくてとかいうのを繰り返して、最終的に1社契約してもらうのが確か30万円だったんですよ。でその後だんだんノウハウが、蓄積されてきたので、まあ、多少反応が良くなってきたんですけど、それでも、1社取るのに10万円とかそれがかかるぐらいまでしか私はノウハウを止められなかったんです。でしかも、まあ、フレームがガンガン来るのでこれをやってられないと思って、インターネットということでインターネットにシフトしました。でインターネットにシフトして、まあ、先ほど言いましたインターネットコンサルタントとかのっていたので、でファクスで今は、まあそのまあ、お勉強のためにちょっとやろうと思ってやったんですけど、でまあ、インターネットの方に行けばすぐ成果が出るだろうと思ってインターネットでホームページ作ってですね、いろいろやったんですが、まあ、これもまたちょっと思っていないんですよ。多分皆さんもそうだと思うんですけど、まずアクセスがない。ほとんどアクセスがなくて、当時 SEO という話がまだ全く出てなかったので、どうすればアクセスが取れるかというところは、まあ、自分なりにそのゴリゴリ中というような感じで、やっていました。で、まあ、少なくともアクセスが全くないので、そのまとめる状態になりますね。2002年の7月です。で、まあ、そういうので、まあ、まずアクセスがないというのと、あとはホームページ制作会社に頼むお金がなかったの で、で当時私はその制作は全然手をかけてなくてです、ね、で、まあ、お金もなかったので、で仕方なく、社内デザイナーが問題なわけです、まあ、お金もないので自分で、フロントページのマニュアルを買ってきて、フロントページでホームページを作って、でまあ、当時その IT 用相談室というサービスがいいですよというのを一生懸命、まあ、コンテンツを作って、まあ、使用請求に移動しようということをやっていました。でさっきファクス DM が全然成果出ないという話をしましたが、ですね、まあ、ホームページもあんま成果出なかったんですけど、アクセスがないなりに、途中で仕方なく広告を打ちました。でキーワード広告というのは当時まだなくて、バナー広告を、バリュークリックというサービスが当時流行ってたので、それを使ったんですけども、で、まあ、ワンクリック取るのに、確か100円ぐらいが当時かかっちゃったんですね。
社何社ぐらいだったか分からなくて、そうすると70万円で、でまあ人件費が30万とか40万ですから粗利が半分ぐらいだと思うんですけども、でそこからそのもろもろの経費がほとんど残らないんですね。で顧客獲得単価が例えば3万円だとして、そうすると粗利 50% としたら1万円で出したり粗利 50% で5000円ですから半年ぐらいで資金